交通情報をお知らせします。はじめに高尾堤防を高崎方面へ走行中の方にお知らせします。この先高崎ジャンクションまでの区間で雨が降っています。続いて関越道を新潟方面へ向かわれる方にお知らせします。高崎ジャンクションから日向谷新センターまでの区間で雨が降っています。引き続き車間堤防を宇都宮方面へ走行中の方にお知らせします。この先岩船ジャンクションまでの区間で雨が降っています。ハンディラジオ車間堤防この後よりお知らせします。